発泡スチロール、発泡スチロール、発泡スチロール、フォームドスチロールは合成樹脂素材の一種で気泡を含ませたポリスチレンである。発泡プラスチックの一種。なお、スチロールとはスチレンの別名である。また、発泡スチロールの98%は空気である。別称としては発泡ポリスチレン、発泡スチレン、ポリスチレンフォーム、スチレンフォーム、 スタイロフォームがある。スタイロフォームは、ベーダウ受けミカル社製押し出しポリスチレンの商標名だが、アメリカ、カナダでは発泡スチロール全般を指す言葉、商標の普通商化になってしまっている。ポリスチレンを微細な泡で発泡させ硬化させた素材である。軽量かつ断熱性に優れ、また極めて成形や切削しやすく、安価で弾力性があり衝撃吸収性にも優れるので、 破損しやすい物品の干渉、梱包材、包装、干渉材として用いられるほか、断熱性を利用して、保温、保冷が必要なものの断熱に用いられる。ポリスチレンは、炭化水素なので、燃やすと水と二酸化炭素になる。しかし、常温、大気中で燃焼させると、不完全燃焼を起こし大量のススを発生させやすい。製法が三種類あり、 科学的には、ほぼ同じだが、形状や、気泡の特性が違うため、用途も異なる。EPS が最初に開発されたこともあって、最も、広い用途で利用されているため、EPS を特に、競技の発泡スチロールという場合があり、それ以外の PSP や XPS を含め、抗議の発泡スチロールとも評する。ただしこれらは、製法が異なるだけであるため、いずれも、発泡させた。 ポリスチレンである。ただ性能を追加するために加えられた添加剤により一緒にリサイクルできない場合もあれば、見た目は似ているが別の合成樹脂を発泡させた素材の発泡ポリプロピレンもあるため、リサイクル上の区分には注意が必要である。後実。耐熱性の低さは逆に加工性を高めており、電熱線に乾電池からの電流を流して発生させた熱。 ジュール熱を使って小さな力で切断する器具もあり、様々な手芸用、または短期間展示される彫刻、電用ポップなどの材料としても利用される。接着に関しては熱による接着もできるが、広い面積同士では木工用ボンドなどの有機溶剤を使っていない、粘着性の接着剤で接着できる。また危険な中毒性のある有機溶剤を含まない、 専用の接着剤もある。このことからも安全に工作できる素材であるため全質の手芸用材料として好まれる。白アリの食害を受けやすく、木材より食べられやすい。有機溶剤を含む接着剤では簡単に溶け、また体積の大部分が気体であることから侵食されたようになってしまうため、有機溶剤を利用した接着剤の使用は向かない。 同様の理由により、マジックインキなどの油性塗料での塗装もできない。多孔質で木材に性質がよく似ている。ただし浸透性はないので、水溶性の塗料も一定の粘度さえあれば、比較的顔料が乗りやすいため塗装に使える。塗装の際には表面を紙やすりなどで荒らし、塗料の密着性を上げることも行われる。 1980年代以降に普及した水溶性樹脂塗料などは馴染みが良い。なお発泡スチロールの気泡は内部に密閉されており、グラスウールに代表される多孔質持ち質で見られる空気の粘性による吸音効果は全く期待できない。最も古くからある発泡スチロール素材であり、また様々な用途に利用され、一般でもよく見かけられる素材である。 割れると小さな粒が集まって固まったように見えるが、これらはそのおののが、ビーズと呼ばれる小さなポリスチレンの粒を発泡させたものである。ビーズ法発泡スチロールは、ポリスチレンを主に、ブタンペンタンなどの炭化水素ガスで発泡させて製造される。具体的には、直径ートル程度の細流状ポリスチレンで、あるポリスチレンビズに炭化水素ガスを吸収させ、 これに摂氏100度以上の高温蒸気を当てて樹脂を軟化させるとともに圧力を加えて発泡させる。発泡したビーズ同士は誘着し合い冷却時に様々な形状となって発泡スチロールとなる。1950年にドイツで発明され日本では1959年より生産が始まった。ポリスチレンは耐熱温度が約80摂取90度なので それ以上加熱するとなんか誘拐する。ほとんどの EPS は発泡時に金型内で加熱成形され最終製品か繁用の板材などに加工される。柔らかく熱で容易に溶けるため繁用の製品は刃物や電熱線で切削して任意の形に加工される。先端に電熱線を張った発泡スチロール加工専用のカッターも市販されている。 ビーズを発泡させただけで、成形、切削を全くしない製品もあり、やはり、ポリスチレンビーズと呼ぶ。断熱性、耐水性に優れ軽量なので、魚介類、あとに一部の農産物も、の輸送に、これで製造された箱、トロ箱が利用されたほか、軽量で、衝撃吸収性に優れるため、精密機械等の梱包材として普及した。日本では、 年間20万トン近くが生産され、その過半数6割が容器として利用され、3割が干渉剤として、残りが建材や海などにおけるフロート、部やイけスの木等に利用されている。希望の形状に一体成形できるため、干渉素材や保温、保冷箱などといった所定の形状を持つ製品に加工される。断熱性に優れ、加工が容易で、これに加えて、 耐水性が高いのでクーラーボックスなどの構造材としても利用され、内面と外空の間にこの素材が用いられた製品があるほか、安価なものでは発泡スチロールそのものを圧縮成形したクーラーボックスもある。発泡させたポリスチレンビーズは安価な干渉材として、固定等に詰めてクッションなどの家具、ビーズクッションにしたり、 精密機器輸送用の重填用梱包材に使われる。加工がしやすく軽量で、一定の強度を持つことから、軽量化を必要とする装置のモノコック構造の構造材などにも利用される。例えば玩具ではあるが、エアロソアラのような模型飛行機、またはラジコン容機にも使用されることがある。近年では、軽量盛り土素材として、 土木でも使用されており、2009年8月の静岡沖地震で、透明高速道路の災害復旧に採用され、注目された。ポリスチレンペーパーは、EPS のように高温蒸気で加熱、発泡させるのでなく、熱を加えて融解させた原料に、発泡を行うためのガスや発泡剤を加え、液体から厚さ数ミリ程度のシート状に引き伸ばすと同時に、発泡させる。 発泡率は約10倍である。食品トレイやカップ麺の容器に使われる。食品トレイ等に加工するには必要な大きさに切り分け加熱しながら金型でプレスして成形する。先述した通り一部の食用油に溶解しやすく、また耐熱性が低いので特に高温の油に触れると熱によって誘拐し、気泡構造が崩れて侵食されたようになる。 この時、合わないの豚にやペンパンが外気に放出されるが、これらに含まれる不純物により、俗に発泡スチロール臭いと言われる独特の臭気がする。この臭気は食欲を減退させるため、食品容器では問題となる。なおポリスチレンは一切消化、吸収されずに体外に排泄されるため、たとえ誘拐した樹脂を食べても健康上問題ないと言われる。カップ麺の容器は、 強度や耐熱性を増すために他の合成樹脂素材からなるシートが表面に接着されているものが多い。ポリ塩化ビニルやポリプロピレンなどの樹脂からなる保護シートを接着するとで耐衝撃性が増す。カップ面では輸送中に落下させてもカップが破損しないため大型の容器や過酷な輸送が予想される製品の容器に広く用いられている。接着前に シートに印刷することができるので、カップ麺では、店頭に並んだ際に人目を引くよう、様々な衣装が凝らされている容器も多い。押し出しポリスチレンは、主に建材に使われる、硬くて、難燃性の発泡スチロールである。建材であるため一般の目には触れにくいが、省エネルギーなどの観点から近代化された住宅の断熱材とては、屋根材の元や外壁の下などにもよく、 使われている。発泡スチロールの遺伝性は、建材として致命的なので、難燃剤などで難燃性を向上させている。なお EPS も、建材に使われるときは、同様に難燃剤が添加される。液化した原料と発泡剤と難燃剤を高温、高圧化でよく混ぜ、一気に通常を気圧、温度の環境に吹き出させることで、連続的に発泡。 硬化させ、これを必要な大きさ、だいたい高さ2メートル、幅1メートル、厚さ10センチメートルほどの板に切断する。この連続的に製造する方法のために、押し出しボードと呼ばれる。製造方法から EPS より気泡が大きいものが多い。一定の難燃性を備え、一般的な発泡スチロールと区別するためか、泡や青などで着色されることもある。 スタイロフォーム、スチロフォーム、スティロフォームはダーケミカルによる XPS の登録商標である。XPS を指す一般名詞、あるいは甚だしくは発泡スチロールの同義語のように使われることがあるが適切ではない。発泡スチロールの主原料はポリスチレンだが微量を含まれている。スチレンダイマーとスチレントリマーが日本で百九十八年に環境庁 現環境省によりスピード98環境省関連ページで内分泌乱物質俗に環境ホルモンともの疑いのある物質として挙げられたそのため従来は最終処分場にて埋め立て処理されていた発泡スチロールが環境汚染の一因と疑われた協会団体からの反発を受け環境省は2000年11月にこのリストから スチレンダイマーとスチレントリマーを取り消した。ゴミとしては、重量の割にかさばること等が、処分費用の高騰に伴い問題となっている。また、衝撃を受けた場合に細かい破片を撒き散らすために、海洋ゴミとしての害も大きい。先進国ではこれを受け、同素材の製造業界団体や、これらを大量に商品を載せて販売していた大手、百貨店、スーパーマーケット等では、 資源としてのリサイクルを模索し、近年では使用後に回収された発泡スチロールを溶剤や高熱で再加工し、資源として再生したり、燃料として利用している。日本国内ではデパートやスーパーマーケットに食品トレイの回収箱を置け、消費者からこれらを集める運動も盛んである。溶剤ではリモネン等の柑橘類から採取できるものを用いたものが開発され、 小規模な施設では発泡スチロールを溶解させ、液化させ、排気体積を大幅に減らすとともに、溶解物がボイラーなどの燃料として利用されている。また加熱による再加工プラントでは、ある程度大規模な設備が必要だが、再びポリスチレンビーズに戻して、別の発泡スチロール製品の原料と知り、あまり強度や耐熱性を要求されないプラスチック製品用の 原料を生産している。発泡スチロール再生プラスチックで、ビデオテープカセットや文房具、ボールペンの軸などなどが生産されている。その一方、従来は燃焼させると高温でよく燃えすぎるため、焼却炉を痛めるとして、地方自治体のゴミ処理施設では厄介物扱いされていたが、近年では、大オキシン対策として、 高温型の焼却炉が及ぼしていること、また RDF 発電施設などの設置が進められており、生ゴミの燃焼力を高めるために、ハイプラスチックやハイ発泡スチロールを混ぜることも多い。EPS、PSP、XPS は化学物質としては同じポリスチレンなので、同じラインでリサイクルできる。ただし、 回収量の大部分を占める EPS の梱包材が高純度のポリエチレンであることもあり、不純物が混入すると品質低下などの問題が大きい。カップ麺の容器など複雑な印刷がされたものは素材が違うシートが表面に接着されているので回収対象から除外されることが多い。表面を直接塗装したものも除外されることがある。また当然ながら食品が付着したままでは リサイクルできないし、また回収の過程で悪臭を放ったり、害虫を呼び寄せることがあるため、よく洗って排出すべきだと言えよう。加減製品では、環境保護のために、再生紙を使用したクッション材に置き換えられつつある。海の浮きやフロートとして使用される製品は、波浪によって摩耗しやすく、分離した商品が会場を浮遊することが問題となっている。発泡スチロールは、 熱可素性であり、熱を加えると粘着性を持つのでこれを利用して、木材の接着剤に利用できるという報告がある。発泡スチロールを接着剤とした合板と、パーティクルボードは十分な足を持っており、後者は発泡スチロールを20%以上混ぜると、成形後も加熱するだけで再成形が可能だという。さらに廃棄の際も摂氏六百度程度の温度で焼けば、発泡スチロールは分解してしまい、 炭化した木材だけが得られるという発泡スチロールと同様の製法で加工したポリプロピレンで化学構造的にはポリスチレンのフェニル元がメチル元に置き換わっている。発泡スチロールと同様の用途に使われるが耐熱性、耐油性に優れる。PSP の摂取90度に対し摂取130度まで耐えることができる。見かけは発泡スチロールに酷似し、 しばしば混同される。ポリスチレンのリサイクルラインへ混入することも多い。ポリスチレンの溶剤では溶けないので分離は可能だが、樹脂識別コードを見て、分別収集することが望ましい。エップ、ビーズ法発泡ポリプロピレン、エキスパンデッドポリプロピレンは、EPS と同様の製法で加工したポリプロピレンで、ある。EPS より弾力があるため、工作素材として好まれる。 発泡率は15倍、30倍、45倍、60倍に規格化されている。PPP、ポリプロピレンペーパー、ポリプロピレンペーパーは PSP と同様の製法で加工したポリプロピレンである。コンビニ弁当は電子レンジで加熱すると油分の温度が100度を超えることがあるため、容器には耐熱性のある PPP がよく使われる。ただし、 油分が多い弁当では PPP でも耐熱性が不足し、ポリカーボネート製の容器が使われることがある。PSP 容器同様、他の合成樹脂素材からなるシートを表面に接着することもある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。